はい、どうもこんにちは、シュパラです。今日はですね、まあ俺の大好きなブランドのですね、アットラストさんの持ってるですね、デニムを全部紹介しようかなと思っております。はい、でですね、もう本当に特に、まあブランド自体も大好きなんですが、特にデニムが本当にアットラストさんはすごく好きで、すごくいいデニムだなと本当に思っていて、まあシルエットもとかね、いろいろディテールも込み込みで全部かっこいいなとは思うんですけれども、本当にね、まあ、色落ちもそうですけど、まあ、さっき言ったそのスタイルとしてもすごく好きで、まあそれを紹介していこうかなと思います。一応ですね、Gジャンが、1着とですね、カバーオールが1着、あとデニムパンツが4着っていう感じですね。はい、順にやっていきたいと思います。じゃあまず一番上からいきます。はい、こちらがですね、ファーストタイプのあのリーバイスのファーストタイプ的な、ディテールを持ってる、対戦モデルっぽい感じのやつですね。の、アトラスさんのやつですね。はい。Gジャンです。これもですね、結構バッキバキに育ってたんですが、ちょっと着てみますね。本当にですね、これもですね、本当にいいGジャンだなと思うんですけれども、もうこれをね、色落ちやった後に、久しぶりに出してきた時に G ジャンの良さでもう再確認して、また G ジャンをこういろいろ買い出したっていう感じなので、本当にね感謝してますね。めちゃくちゃいいです。もうこんな感じで、ね、結構色落ちはがっつりやったんですが、まあ色とかね、その色落ち的にはこんな感じです。ただこれ結構昔のもう 5,6 年以上前のやつなので、今とは多分ね、その生地とかいろいろあれが違うと思います。なので、今の方が多分ね、もうちょっとオンスとかが軽かったりとかするので、同じような、厳密に言えばもう同じような色落ちは多分しないとは思うんですけど、まあ、同じようなというか全く同じような色落ちはしないとは思うんですが、はい、まあ、今は今の現行の良さがもちろんあるので、はいって感じですね。まあ、形もねすごくいいです。形もいいし色落ちもすごくいいっていう感じですね。はい、で、次にですね、一応買った順でいくとですね、これかな、次はこいつですね。はい、142番っていうですね、はい、これですね、レザーパッチがこんな感じですね。142番です。形でいうとペインターですね。はい、このね、この色落ちがすっごい好きで、で太くてズドンってしてる形がすごく個人的には好きなんで、もうこれは本当に最初買った時もこれはずっと入ってたし、こんなに好きなデニムの現行のものでもうないんじゃないかなって結構思うぐらい本当に気に入ってましたね。ちょっと、着てみます。はい、こんな感じですね。はい、今アットラストさんのセットアップっていうかですね、なんでファーストの上のやつと、まあ、下のパンツとって感じですね。はい、こんな感じです。もう本当に極太で、まあ、ペインターなんで本当上から下までこう本当ズドンって感じで、この色の落ちの感じもうなんかもう全て込み込みで本当にかっこいいなと思ってます。はいはい、こんな感じですね。はい、アットラストさんはね、これ何回も言いますけれども、もう一回言いますけれども、本当にね色気があるんですよね、服に。なんか本当に、なんだろうな、めちゃくちゃそれ自体もかっこいいんですけど、やっぱ色気のある服ってやっぱなかなかなくて、色気があるとね本当になんかこういいんですよね。で、まあ、色気の定義もありますけどね、個人差ね。はい、でこれが、その後に買ったですね、147ですね、147番です。ちょっとベルトがあって見にくいと思うんですが、これが147番の、はい、このパッチのやつですね。これも4、5年前かな、結構前に買ったやつなので、なかなか今とはもう現行とは多分全然違う生地にはなってると思うんですが、で最近だってようやくだいぶなんかこう濃淡が、前はねここまで出てなかったんで、結構最近また履いてて結構濃淡がさらについたのかなって感じですね。はっきりしてきた気がします。でこれもまあ基本的にはもう俺フットレが好きなので、これもサイズ的には、サイズ的にはっていうかそのシルエット的にはズドンと太い感じですね。これもちょっと履いてみます。はい、こんな感じですね。
こんな感じです。あぶね。はい、こんな感じですね。はい、これも太いです。ただこれはペインターではなくて、まあ普通のリーのね、古いタイプの多分モデルにしてるって言われてるやつですね。はい、色落ちもいいんですが、この形、なんかこの太くて武骨な感じの、スタイルがすごく好きですね。はい、これのセットアップもありですね。色的にもありで、はい、っていう感じですね。はい、で次カバーオール、紹介する前にですね、まあ普段からこう持ってる服の紹介だったりとかね、コーデの提案というか紹介だったり、あとお店にロケに行ったりとかネタっぽい動画も、作っております。ファッションね、好きな方ぜひよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、こちらのカバーオールの方ですね、紹介していきたいと思います。はい、これはですね、かなり厚い生地でオンスがだいぶ重いやつですね。やつで結構だから生地が手強くて硬いんですけど、頑張ってですね、結構今着てきているのでだんだんね柔らかくはなってきてますし、最初こんなに色当たりがね出てなかったんですけど、だんだんやっぱ洗濯着用を繰り返すうちにだんだんはっきり出てくるようになりましたね。はい、こちらちょっと着てみます。はい、こんな感じですね。こんな感じですね。はい、こんな感じです。これもね、形がとにかく本当に綺麗で、で色気があって本当に好きですね。はい、まだまだこれもね、言うても生地硬いんで、まだまだ着てね、どん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 色落ちをさせていきたい一着って感じですね。はい、でこれも今現行ありますが、生地が変わってるんで、もうちょっとライトオンスになっているはずですね。はい、で、ラスト2着なんですが、ですね、こちらを買った順でいくとですね、次はこれかな。はい、こちらですね、こちらが126番という、はい、126番ですね。これもですね、かなり太めのズドンとしてます。というかもう太めしか買ってないので、はい、でこれ過去の動画でですね、のり付けして、一回色落ちをやってみたいっていう企画でですね、のり付けを自分で一回ワンウォッシュした後にですね、のり付けしてやってきてるやつですね。はい、今2ヶ月弱ぐらい多分履いてますかね。はい、で俺がのりをつけすぎ、よくわかんないんで、のりつけすぎたせいで結構ね、白いね、のりが表面にもちょっと浮いて出ちゃってるんで、ちょっとこれまあ次ウォッシュした時に消えるとは思うんですが、ちょっとねやり方やっぱ失敗したなとは思ってます。ただ裏は結構まあ言ってでも8オス入ってますね、意外と今見たら。こんな感じです。まだ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 これからの色落ちですが、一応ちょっと履いてみますね。はい、こんな感じですね。こんな感じです。もう結構ズドンと太くてですね、これもはい、でこれも今この品番だとオンスが多分ちょっとライトオンスになってるやつが出てるようですが、俺はその1個前のやつを変えたので、はい、さっきの裏のレザーパッチもね、多分今違う、絵に変わってると思うんですけど、これも1個前のやつで、良かったなと思いましたね。はい、ギリギリそのまあ言ってもやっぱりオンス高い方が、着てる時にねゴワゴワしたり重い部分もやっぱり、ね、大変ですけど、その分やっぱ色落ちが濃淡がやっぱはっきりつきやすいと思うので、結構そこはね重い方が個人的には好きです。もちろんライトオンスのものもいいし、それはそれでその色落ちもいいんですけど、まあ、どうせ色落ちバッキバキにやりたいんだったら、まあオンスは重めの方がいいかなとは思ってますね。普通に着る分にはもう全然ライトオンスで十分なんですけど、そして最後ですね、こちらが107ですね。はい、107というやつですね。はい、これもアトラストさん10周年で出されて、今の品番だと同じ品番だと後継になっちゃって、ちょっとライトオンスなのかなになってると思うんですが、これはですね、その10周年を記念して、昔の、生地で、昔と同じ生地でというかやってくれた、ちょっと重めのオンスのやつの、やつですね。はい、10周年のやつですね。これも履いてみます。は
はい、こんな感じですね。感じですね。この107という品番は、おそらく結構アットラストさんのこのデニムパンツの中でもかなり代表格というか、かなりスタンダードな、方なので、多分本当に 1,2 人気ぐらいだとの定番、ド定番の、代表的な、品番だったはずです。俺結構気づいたの、本当にこの10周年の時に気づいたぐらいで、最初俺ペインターから入ってたので、そんな有名な品番とか気づかなかったんですけど、この間その10周年の時にファンがめちゃくちゃいる、そのすごい定番だったっていう話を聞いて、あ、そうなんだみたいななんでこんなアトラストさん昔から好きなのにそんなとこ全然スルーしてこれたんだろうって逆にちょっと不思議だったんですけど、まあそんな感じです。で、形とかその色の感じとかシワの入り方とかスタイル、色気、もう本当に好きなデニムですね、これマジで。履いてて今一番デニムとしては履いてて楽しいかなって思いますね。もちろん最初に買ったペインターのあの太さ、あの感じもものすごく好きだし、今でも全然気に入ってるんですけど、あのペインターじゃない、いわゆるそのリーバイスとかああいう普通のデニムの感じで言うと、これが一番形的にはドンピシャ好きかなっていう感じですね。はい、この107番、まあなんでこの10周年のやつはこれだけなので、その次の後継が107だったっけ、106、なんかちょっと変わってたような気も、ちょっとごめんなさい、こう定かじゃないんですが、ちょっとその、まあ、要は後継ですね、これの後継として出てる、ちょっとライトオンスにはなってるよっていう話だったと思うんですけど、それでももう十分すぎるほどやっぱシルエットとか形は多分変わってないと思うので、それもね本当にいいと思います。なのでこれ履き終わったら、そっちの今の現行の方のこの後継の方も、いつ履いてみたいなと思ってますね。はい、この形この感じだったらもう何本あってもいいな、何本あってもいいってことはないですけど、うん、次何やろうかなと思ったらまた行ってもいいかなって思えるくらいすっごい気に入ってますね。はい、まあ、なんだかんだいろいろ色落ちなね、いい、デニムいっぱいありますけど、その自分の好きなスタイル、その太めが好きとかそのスタイルとかいろいろ合わせてトータルで見ると、やっぱ俺はアットラストさんが一番デニム的には好きかなと個人的に思ってますね。はい、まあ、皆さんね、いろいろそれぞれいろんなブランド好きなところあると思うので、そこねどんどん色落ち一緒にやっていきましょう。はい、本当にデニムは素晴らしいですね。というわけで今日はですね、アットラストさんの俺が持ってるデニムを一通り全部紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。